次に内海はじめ議員に発言を許します。内海はじめ議員。私は2件通告しておきました。承認第3号会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について、歳出部第2巻総務費第1項総務管理費第8目企画費、地域資源を生かしたまちづくり支援業務委託と、承認第3号会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について、歳出の部第2巻総務費第1項総務管理費第8目企画費、本庁舎保存活用計画および本庁舎整備行動計画策定業務委託についてです。どちらも、第7次総合計画の、政策分野39町の拠点に、位置づけられておりますので、関連しますので一括で、質問させていただきます。まず最初に、庁舎の、町の拠点事業について、決算の内訳をお示しください。はい、はい、木原政策部長。町の拠点って庁舎の絡みの方でよろしいですか。あ、分かりました。2つあって、まずですね、決算の中身で言いますと、1つは、本庁舎保存活用計画および庁舎整備行動計画策定業務の委託料ということでございます。この委託料について、決算額としては1,096万2,000円、それから、事務費として、59万4,000円の2つになっております。以上でございます。内海はじめ議員。では次に、本庁舎保存活用計画および、庁舎整備行動計画の成果品は、平成30年2月の定例会閉会後に、完成したわけですが、平成30年当初予算審査前までに策定し、それを示した上で、予算審査をするべきだったと思いますが、なぜ予算審査前に完成する契約をしなかったのかお示しください。木原政策部長。今ほどの質問内容なんですけれども、まあ、確かにこれは業者選定にかかって、これは6月から業者の選定が入りまして、6月の1日から契約をしたと。それからあとは委託期間、調査の内容を十分な調査期間をつけるということで、3月の23日までというふうにしたというところでございます。それからあと議員が多分、その前に終わらせるべきだという話にはなりますけれども、この調査計画につきましては、耐震調査とかですね、まあ、旧館の耐震調査、それからあと、鉄筋関係のかぶり圧とかっていうものを一つ一つ調べていくっていうことになると、十分な調査期間が必要だということですので、その調査期間を取って、なったということです。なお、確かに30年度の基本計画のための予算には間に合わないということになりましたけれども、それは現在の進行状況については総務委員会、協議会等にお話をさせていただきながら進めてきたということでございます。内海はじめ議員。それではですね、今までの答弁の中で、第7次総合計画が策定された後に、県立病院跡地を、
跡地の取得を決定したことは明らかになっていますが、改めて何点か確認します。まず、庁舎検討懇談会開催時には、県立病院跡地を取得することは想定していなかったということでよろしいですか。企画政策部長。はい、これは以前というかですね、6月の議会でも答弁申し上げておりますが、庁舎検討懇談会でも県病の跡地とか、それから学法高校とかいろんなところの候補検討には上がってございます。その中で再三申し上げておりますけれども、やはり人の流れということを考えますと、現在の庁舎用地を活用したいということでのご意見をいただいているところでございます。内海はじめ議員。本会議の答弁の中に、28年の4月に県で、売却の方針を示したって言われたと思ったんですけど、その方針が出る前に庁舎検討懇談会で買うことも含めて議論することができたのでしょうか。企画政策部長。候補の検討ということについては、未利用地なんだろう、それからもう一つは、会津総合開発協議会等でも県立の武道館というような要望もしておりまして、最初から購入するとかそういうことではなくて、そういったことが想定できないかということでの検討だったというふうに思っております。内海はじめ議員。庁舎検討懇談会の議事録を見ると、行政側から、土地の新規取得を伴わない位置での整備をしていかなければいけないという発言があるんですが、これを見ると、新規取得は想定していないのではないかなと思うわけです。またその後にですね、もし新規取得を踏まえて検討していたっていうんだったら、その先の発言の次に、新たな用地を伴わない位置での、検討、新たな用地を伴わない位置で検討すると選択肢は限られるっていう発言があるんですけど、こちらは意見を誘導することになってしまうと考えるんですけど、見解をお示しください。企画政策部長。今手元に議事録というのがあるわけではありませんけど、それは市が誘導したわけではないと思うんですね。その委員の方々のお話し合いの中だったということではないんでしょうか。内海はじめ議員。その議員の方が質問したことに対して、そういう答弁だったっていうふうに、理解しています。でじゃあ次の質問に移らせていただきますが、県立病院跡地の、地方創生推進事業費、括弧地域資源を生かした、まちづくり実践事業について、決算の内訳をお示しください。企業政策部長。はい、これについては、地域資源を生かしたまちづくり支援業務委託料としまして、432万円。それから懇談会委員等の謝礼と会場使用料等の事務費で49万1469円の2項目でございます。内海はじめ議員。地域資源を生かしたまちづくり実践事業の、予算の提案時は、第7次総合計画の具現化として市民意見を取り入れながら、町の拠点をつなぐ通りの形成、地域内情報メディアを生かした情報提供の在り方、インバウンド対策を含むこれからの国際交流のテーマについて、まちづくりを実践する取り組みを行うとの説明でしたが、しかし実際には県立病院跡地の利活用の検討に使われたわけですが、提案理由と違う使い方と、なぜ違う使い方になったのでしょうか。企画政策部長。はい、
これは議員今お正しの内容の通りなんですけれども、そもそもその第7次総合計画の39の実現のためにということで地域資源を生かした、この地域資源というのは未利用地と市街地における未利用地等を活用というか生かした実践事業を図っていこうと、そして通りの形成に役立てていこうというのが当初の計画でございました。その一つに当時の未利用地ということになりますと近郊小学校の旧近郊小学校の東側、今駐車場になっている部分の一部を活用して町の交流的なものを含めて通りの形成がお城に向かってできないのかという意見もありました。それで、それを市民の方々からそういった意見も踏まえて、それも一つの実現方策に考えてみようじゃないかということで入れさせていただきました。その時に、まず交流機能とかそういった町の拠点的なものについては、ICT オフィスビルの交流施設ができるということが後で分かりましたので、最終的にはその交流等で代替されるということ、それから、予算を決めた後にご存知のように3月の6日に県の方から、県費用の跡地の取得意向が出たということがありまして、その土地というのはやっぱり市にとっては町づくりには重要だろうということで、これも町の資源には変わりございませんので、それから通りを考えていくということで、県立病院跡地をの方向性を活用しようということで、国の方とも協議しまして、申請内容に、全く変更はないだろうということでの判断をいただきまして、県病の計画というか県病跡地の検討をさせていただいたということでございます。内海はじめ議員。今の予算の半分が国庫資金が含まれているということで、国の方で判断はなかった違いがないということで認められたということですが、その時点で県立病院跡地、地域資源として県立病院を示したというわけではないのですか。企画政策部長。そのようなことはありません。それから県の方にというのは地方創生の交付金は県を経由して国に上げていきますので、県の方の確認を取って県が内閣府に協議するということになっています。そういう手順だということです。内海はじめ議員。県立病院跡地の利活用懇談会で、県立病院跡地取得の意向を示す前に利活用を検討したなら第7次総合計画に基づくっていう、すみません、この成果表の中でなんですけど、第7次総合計画に基づくっていう表現も理解できるのですが、取得意向を示した後に、利活用を検討したということは、取得することは第7次総合計画の前に決めていたことになりませんか。企画政策部長。これは3月6日に県から正式に取得意向のがあったということでございますので、市としてその考え方になったのは3月の10日の町内の町議というところで決めてからでございます。内海はじめ議員。第7次総合計画策定時に、庁舎検討懇談会の中で、人の流れは変えられない、財政状況から新たな用地は取得できないと2つの考え方のうち、財政状況から新たな用地は取得できないという考え方を省いたのは、県立病院跡地を取得することを念頭に置いてあったのではないでしょうか。企画政策部長。はい、
今ほども答弁しましたけれども、県立病院の取得ができるということに分かったのは3月6日でございますので、その前にそういった考えはありません。内海一議員。国の予算で、国の予算の予算請求は、平成28年の、秋ごろにやられていると思うんで、第7次総合計画が決まる前に、されていると思うんです。で、その予算でやっぱり県立病院跡地、の利活用をのために、予算が使われたということになると、やはりその第7次総合計画策定前に、県病跡地を買うということはある程度決めていたって言われても、仕方のないなんか予算の使われ方だったんじゃないかなと思うんですけど、この、未利用地の利活用について、この未利用地の利活用のために、その地域資源活用のための予算を使うことはいつの時点で総務委員会に報告されたのでしょうか。行政策部長。予算自体については、予算が挙げたのはいつだったっけかな、予算を提案したのは、29年の2月の23でございます。内海一議員。最初提案の時は、その町の拠点をつなぐ通りの形成、地域内情報メディアを生かした情報提供のあり方、インバウンド対策を含む、これからの国際交流のテーマにして、まちづくりを実践する取り組みということだったんですけど、それが、県病跡地の利活用のために使うということは、いつの段階で総務委員会に、報告があったんでしょうか。企業政策部長。はい、地域資源を生かしたまちづくりの実践事業ということで、予算上の説明をしております。だから地域資源ということについては、それはある意味では全体的ということになります。概要としては、我々の中身の説明の仕方としては、お城を中心にという周辺部ということの説明はしたと思います。したがって、そこで具体的にどこどこといった説明は確かにしておりません。でその中で、地域資源としての未利用地ということで、旧近郊小学校の東側を考え想定していましたけれども、それは、交流等に置き換えられるということを含めて、県立病院が取得ということの意向を出しましたので、それに、開催していただいたということです。したがって総務委員会の方には、その時点での説明はしておりませんが、その後の協議会等で、県立病院の調査、こういうふうにしていきますよ、それから市民アンケートの結果はこうですよということの説明はさせていただいております。はい、安倍水正議員進行なんでしょうか。地代法上の見地から言うと、目的の明確でない土地の取得に対しては、これはダメです。今までの論議を聞いてて、いかにも目的があるような話をしてますけれども、複合的とかね、地域の活性化とかっていう話だけで、土地を購入することは、これは許される話じゃないので、この話をね、特に部長の答弁気をつけてほしいと思うんだけど、財政部長もちゃんと脇にしてアドバイスしてほしいと思うんだけども、そういう点では、今までのやり取りの中で、まだ予算化してないからいいけども、予算化した時点でアウトですからね、使用目的を明確にしてないと、例えば学校用地だとかね、病院用地だとか、そういうふうにしてないまま土地を買うということはアウトだということですよ。よくその辺のところはやってくださいよ。特にね、JT で一回も使ったことのない駐車場だって嘘ついて ICT ビルで使ったわけですから、この辺の当局の言葉をちゃんと吟味しないと、いい加減な法律違反の処置をするようなことになりますから、その辺はちょっと注意して財政部長とも話を調整しながら喋ってくださいよ。以上です。安倍議員、ちょっと議事進行、私はふさわしくないと思います。はい、質問者のと答弁者のやり取りに終始したいと思います。
はい、内見はじめ議員。この取得の目的は今 の、 あの利活用構想の中で決められていくんだろうなと思うんで、そこは私は大丈夫なところではあるんですけど、最後にですね、私個人的には県立病院跡地に複合的な市役所を作って、現庁舎は保存しながら民間で活用してもらった方が利便性も財政的にもいいとは考えているんですが、現庁舎敷地に新庁舎を建てるなって言ってるわけではありません。県病跡地も含めた踏まえた議論が不十分だと考えるので、市民の合意を得て一体的に進めていくべきだと主張しているわけです。しかし県立病院跡地を含めた市庁舎建設地の議論はやはり県立病院を踏まえても現在地の方がいいというふうに決まることも想定されるのに議論はできない。庁舎の行動計画を示す前に予算でどんどん進められる。さらに県立病院跡地の利活用は違う理由で提案される。それでは一体的どころか逆に切り離そうとしているように感じてしまいます。整備の時期なんかずれるのは仕方ないと思うんですけど、やはりそれぞれにどういった機能を備えて整備していくということを明確にして並べてですね、市民に示して事業を進めた方が市民の理解も得られると思いますので、庁舎と県病跡地についてはさらに連携を強めて一緒に事業を進めていくべきだと考えますが、見解をお聞きして質疑を終わります。はい、企画政策部長。はい、先ほどから議事職をかかったりいろいろしましたけれども、私の答弁では取得行こうとしか言っておりませんので、取得のではありません。それから、内海議員のお答えさせていただきますけれども、9月10日の本会議でも答弁させていただきましたように、庁舎整備ということについては情報市民サービスのターミナルになることも重要だというようなことで、総合窓口のあり方であろうとか、それから市民の方々の交流活動にも機能に取り組んでいきますよというふうに申し上げました。それから県病跡地については、これ再度もう一回申し上げますが、取得以降を今しておりますけれども、その取得にあたっては利活用ということも、利活用の方向が大変必要だということもありまして、これは懇談会、市民の方々の意見、それから懇談会の方々に意見をまとめていただきまして、現在基本構想を策定中ではありますけれども、市民の方々に親しまれる拠点に自由に集うような複合施設を考えていきたいということで、そういった機能の分担をしていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。